はいどうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎、犬と呼ばれた男、今回で4回目です。2章の途中からです。淀橋署の外に出てきた。さてと、どうするかな。どうする？移動します。移動。どこに行く？他の場所へ。じゃあ事務所に戻ろう。一旦事務所に戻るとするか。予告も来ている頃だろうし。俺は馴染みの道を引き返した。我が神宮寺探偵事務所の前だ。どうする？ここで一旦見る。何を見る？空でも見よう。晴れ渡っていって雲一つない初夏の空。空気が澄んでいるせいか、いつもより空が深く感じられる。心なしか、雲の形が文字のように見える。 GDOA か。こんな雲の形見たことないけど。特に意味のない単語だが、妙に気にかかる。もう見るのはやめて、じゃあ移動します。どこに行く？中に入ります。さてと、ヨコくんはもう来ているかな。俺は階段を上り、事務所へと向かった。ドアノブを回すと、事務所のドアはゆっくりと開いた。鍵はかかっていない。どうやらヨコくんが来たのだと、俺はそう思った。俺が事務所のドアを開けた途端だった。あ、先生。俺の元にヨコくんが小走りで近づいてきた。留守にしていて悪かった。ちょっと用があってな。どんな用だ？突然何者かの声が俺の耳に届いた。俺は慌てて声のした方向に目をやった。そこにいたのは。よう、待たせてもらったぜ。お前、なんでここに？先生がお出かけの時にいらっしゃって、不在を伝えると待ってるとおっしゃるので。ずいぶん待ったぜ。まあ綺麗な助手さんが話し相手になってくれたおかげで暇は潰せたがね。加納はニヤニヤとうすら笑いを見せながらタバコをくわえ、それに火をつけた。ヨコくん、すまんがコーヒーを入れてくれるか？あ、はい。俺のただならぬ様子を察したのだろう。ヨコくんは心配そうな視線を俺に投げかけながら、その場から離れていった。さてと、では本題に入ろうか。どうする？本題か。話す。誰と話す？加納郡司。何を話す？要件は？一体どんな要件だ？昨日も言ったろ、縁があればまた雇ってやるってよ。俺も驚いたんだが、早速その縁ってやつの巡り合わせがあったみたいだ。なんだって？昨日の俺への失言の数々、本来ならただでは済まさないんだが、それを帳消しにするチャンスだ。ありがたく思え。依頼か。いいだろう。しかし依頼料代わりに、この間の一件はしっかりと説明してもらうぞ。まだわからねえのか。依頼料なんて払わねえよ。警察の俺と探偵のお前が対等の取引するわけねえだろ。加納はタバコの火を乱雑に消しながら、懐から何やら白い物体を取り出した。どうする？見る。何を見る？白い物体。加納の手にしているのは、小さなビニール袋に入った白い粉末状のものだった。小麦粉かな。それはもしかして、俺の勤め先から拝借してきたものだ。片栗粉かな。
押収品だよ。中身はいけない粉だ。それだけでわかるだろう。お前、断るならこいつがこの事務所から出てきたことにする。さあどうする？それでも断るか？カノはにやりと怪しい笑いを浮かべ、その白い粉を自分の顔の前で振ってみせた。依頼を受ける？受けたくねえ。依頼を受けます。わかった。今はお前に従おう。賢明な判断だ。よし、ついてきな。カノはそう言うと立ち上がり、事務所のドアに向かった。先生、お出かけですか？ああ、すまないが、留守を頼む。そういうことだ。じゃあな、お嬢ちゃん。大丈夫だ、陽子くん。すぐ戻ってくる。先生、気をつけてくださいね。ああ。心配そうに俺を見送る陽子くんを残し、俺は事務所を後にした。そして、加納について向かったその先は、加納は落合にあるマンションの前で立ち止まった。そのマンションの付近には数人の警察官のたちの姿も見える。ここだ、ここ。ここに何があるんだ？それに、あの警察官たちは。まあ、そう焦るな。中に入ればすぐにわかる。どうする？見る。何を見る？マンション。なかなか新しいマンションだな。住み心地は良さそうだ。入り口にキャピタル落合という看板が掲げられている。じゃあ戻って、移動します。移動。どこに行く？中に入ります。じゃあ中に入るぞ。ああ、カノは俺を連れてマンションの中へと入っていった。俺をいぶかしげに見る付近の警察官たちの姿が気になったが、カノの連れている人間ということもあり、俺に声をかけてくる者は誰もいなかった。そしてカノはマンションの最上階にある部屋に俺を連れて行った。扉を開けるとそこは一見何の変哲もない生活感漂う一室だった。いや、何の変哲もないは言い過ぎだな。この部屋の汚れ具合はその表現にふさわしくない。さあ探偵さん、あんたに調べてほしいのはこの部屋だ。早速調べてみてくれ。あと言っておくが、この部屋ではタバコは遠慮してもらうぞ。何か嫌な予感がしたものの、俺は可能に言われるままに調査を開始した。どうする？見る。何を見る？室内。生活感のある部屋だな。まあ悪く言えば汚い部屋ってことだが、それにしてもここに住んでいる人物は一体誰なんだろう。おい、ガラス戸が見えるだろう。あそこからベランダに出られるぞ。なんだ？ベランダに何かあるってことか？じゃあ言われるままに移動しよう。移動。どこに行く？ベランダ。ベランダに出てみるか。俺はガラス戸を越えベランダへと足を踏み入れた。ベランダに出てきた。バカと煙は高いところが好きっていうが、お前はタバコ好きだし両方なのかな。可能の軽口を無視し、俺はベランダの状況に意識を集中した。どうする？見る。何を見る？
ベランダ。何かいろいろ物が散らばっているな。汚いというより荒れているという印象だ。なんだろう、ここに何があるのだろうか。なあ、結構高いだろう。どうだ、下を見てみなよ。高くてビビるぜ。下？何を見る？ベランダの下。俺は手すりから身を乗り出し、ベランダの下を覗いた。あ、あれは。その瞬間、俺の目には驚くべき光景が飛び込んできた。あれは、どういうことなんだ？まあまあ、そんなに焦るなよ。気になるなら、もっと近くで見てみるか？ああ。よし、ついてこい。カノは俺を連れて下へと向かった。ベランダの下はマンションの裏庭のような場所だった。そんな人目につきにくい場所、そこにそれはあった。それは倒れ伏している人間だった。地面に流れる鮮明な血の色、灰色がかってツヤ失った肌の質感。そこにあったのは作り物や芝居ではない本物の死体だった。どうする？話す。誰と話す？加納軍事。何を話す？目の前の死体のこと。どういうことだ？この死体は。ああ、今度のは芝居でもない本物の死体だよ。あの部屋に住む河野翔平という男のな。俺の正体はお前に明かしたことだし、もう回りくどいのはやめだ。本格的な現場検証の前にちょっと気になることがあって、お前の意見が聞きたかったのさ。感謝しな。現場検証に立ち会えるなんてめったにない経験だろう。そんなことはないけどね。おそらくこの死体はあのベランダから落下したようなんだが。だが他の可能性もあり得る。それを詳しく調べてもらいたくてな。それに俺はグロいのは苦手でな。これはこの前の事件と関係があるのか？おーっと、その手の質問は受け付けないぜ。この事件に直接関係のない質問は控えてもらおうか。今この男に逆らうのは得策ではないな。それにこの死体を調べることで何かわかることがあるかもしれない。ひとまずこの件の調査に集中しよう。じゃあ俺は部屋に戻っているぜ。あとはご自由に。カノはそう言い残すと一人部屋へと戻っていった。仕方がない。調査を始めるとするか。どうする？じゃあ調べていきましょう。調べる。どこを調べる？死体。若い男性の死体だ。血を流して倒れている。死後からしばらく時間が経過しているようだ。あのベランダから落ちたのだろう。頭部に傷があるな。この傷からの出血は少量のようだが、これも墜落した時にできた傷なのだろうか。どこを調べる？死体の衣服。服装は部屋着のようだな。衣類には乱れた様子は見られない。争った形跡はないようだ。もう調べるのはおしまい。じゃあ移動します。移動。どこに行く？室内に戻ります。ここはもういいか。一旦室内に戻るとしよう。
内に戻ってきた。どうする？話す。誰と話す？加納郡司。何を話す？死体の人物のこと。被害者は？死んだのはこの部屋に住んでいた男性だ。あとは機密事項だ。部外者には教えられないな。部外者か。部屋の中まで調べさせておいてよく言う。何を話す？死体の発見時刻。死体が発見されたのはいつのことなんだ？今朝だ。ここのマンションの住人が第一発見者だ。昨日の深夜に外で物音がしたらしくてな。気になったんで今朝調べてみたら、あの死体を発見したようだ。なるほどな。ということは、あの人物が落下したのは深夜の時間帯と考えられるということか。この部屋のベランダは比較的人目につきにくいマンションの最上階。事故の起こったのが深夜ならなおさらだな。何を話す？その日の男の様子。あの男性が死んだ日。男性の様子で何か変わったところは？特に変わった様子はなかったようだな。昨日は仕事が早く終わり、5時くらいからは家にいたらしい。ちなみにその次の日、つまり今日は休みだったようだ。翌日が休みなのに、そんなに早く帰宅するなんて寂しい男だ。なるほど、変わった様子はなかったか。何を話す？目撃者。目撃者はいないのか？被害者が落下したところを見た人物がいないかってことか？そんなシーンを見たら一生のトラウマになるんだろうな。だが残念ながらそんな情報は入っていないな。目撃者はなしか。何を話す？不審な人物は？不審な人物を見たなどの情報はどうだ？ないな。昨晩はこのマンションのエレベーターが壊れたらしくてな。緊急で深夜の12時から朝までかけてマンションの1階で修理をしていたそうだ。その間、不審な人物は目撃されていない。入れ替わるように警察の人間がやってきたから、その間に不審者の出入りがなかったのは確かだ。他に出入り口はないのか？ないな。なるほどな。なるほどなって。しかし、だからといって、この部屋で誰かが何かを起こした可能性は否定できないはずだ。何も手を下したのと同時に被害者が落下したとは限らない。そう、この間の風呂場のケースのようにな。何を話す？住人との関係は？この部屋の人物と住人たちの関係はどうだったんだ？おおむね評判はいいようだ。誰かと争っていたという話も聞かない。動機も見当たらないし、ここの住人たちを疑うのは無意味なようだぜ。マンションの住人が手を下したとは考えられないということか。とすると、やはり、もう話すのはいいや。見ます。何を見る？室内。生活感のある部屋だ。ここに住んでいた人物がさっきのあの男。この部屋は主のいなくなった部屋ってわけだ。少し調べてみるとしよう。どうする？じゃあ調べます。どこを調べる？デスク。
散らかったデスクがある。しかし気になるのは、デスクの椅子がないな。これでは椅子に座って作業できないが。どこを調べる？ベッド。シーツは汚れている。このベッドが使われることはもう二度とないだろう。どこを調べる？床。床には何本かの酒瓶が転がっている。ゴミや埃も多い。ここの住人は掃除にはあまり興味がなかったようだな。どこを調べる？酒瓶。床に転がった酒瓶、ウイスキーやら、焼酎やら。ここの部屋の住人は結構な酒好きだったようだな。それとも飲まなきゃやってられない事情でもあったのだろうか。どこを調べる？クローゼット。俺は部屋に備え付けの大きなクローゼットの前に立った。気になるなら開けてみてもいいぞ。貧乏臭い服しか入っていないがな。それに指紋がついたら大変なことになるぞ。それだけは先に言っておく。そうか。では遠慮しておくよ。じゃあ調べるのはやめよう。移動。どこに行く？ベランダ。ベランダに出てみるか。俺はベランダに足を踏み入れた。ベランダに出てきた。どうする？見る。何を見る？ベランダ。ここはマンションの最上階のベランダだ。この高さでは下からベランダの様子はよく見えないな。少しベランダを調べてみるか。どうする？調べる。どこを調べる？壊れた椅子。足の折れた椅子が転がっている。おそらく室内用の椅子だ。その椅子をベランダに持ってきたようだ。この椅子をあそこに持ってきたのは死んだあの男なのか、それとも他の人物か。どこを調べる？折れた足。椅子の足が一本折れている。これは一体何を意味する？足の折れた部分が微妙に湿っているような気がするが、この足が折れたのはいつだ？被害者が落下した際に折れたのか？それともその前からすでに折れていた？どこを調べる？物置。ベランダの隅に置かれている物置だ。中には、汚れた靴やら様々なものがごちゃごちゃと入っているな。ん？物置の上が濡れている。昨日は晴れていたはずだが、どうしてこんな場所だけ濡れているのだろう。どこを調べる？物置の上の水。こんな場所が水で濡れているのは明らかに不自然だ。水。この間の件でも同じように不自然な水があったことを考えると、同じものを利用して何かを仕組んだって可能性も考えられるな。調べるのはもうよくって移動します。どこに行く？室内に戻ります。ここはもういいか。部屋に戻るとしよう。室内に戻ってきた。どうだ？もうそろそろ調べ終わったんじゃないのか？ああ、一応、一通りは調べ終わったよ。いろいろと不審な点の見られる事件だな。事件？こいつは事件じゃない。事故さ。
あの男はベランダから落ちた。きっと酔っていたんだろうな。この部屋に転がる酒瓶を見れば、毎日どれほど酒を飲んでいたか、わかるだろう。それに、あの男が墜落した時間帯である深夜から朝にかけては、このマンションに不審者が忍び込むのは不可能だった。そう考えれば、おのずと答えは一つになる。バカな独身男が洗濯物を干そうとして酔って落ちた。そう考えるしかない。これは事故死だろうな。いや、そうとも言い切れない。この間のケースと同じさ。犯人が手を下した時間と被害者が落下した時間がずれている。その可能性もあるだろう。大体おかしいじゃないか。洗濯しようとしただって。それはどう考えてもおかしい。おかしい？洗濯の何がおかしいんだ。その根拠は何だ？根拠か。それは。根拠は？落下した時刻。あの男性がベランダから落下したのは深夜の時間帯だったな。そんな時間帯に洗濯物を干そうと思ったのはどう考えてもおかしい。しかも男はその翌日は休みだったのだろう。果たして急いで深夜に洗濯をする必要があったのか。そんなもんは人それぞれだろう。たまたま夜に洗濯して何が悪い。確かにそうだ。しかし彼が落下したのはたまたまじゃない。彼が深夜の時間帯に落下したのは理由がある。理由だと？ああ、そうだ。犯人の思惑通りに男が落下する前に誰かに見られてしまっては困るからな。だから目立たない深夜に時間を設定した。そこまで言うからにはどうやったのか察しはついているんだろうな。なんとなく、じゃあ済まさねえぞ。ああ。まず注目すべきはベランダの物置の上だ。あの部分はなぜか水で濡れていた。そこで俺が思ったのは、犯人はあるものを使って時間差で男を落下させたのではないかということだ。そのトリックに使われたあるものとは、使われたのは氷。そうだよ、氷だよ。あの水は氷を使った後残った水なんだ。氷？氷を使ってどうやってあの男を落としたんだ？滑らせたとでも言うのか？いや、そうじゃない。氷を使ってどうやって男を落下させたのか？それはベランダにあったもう一つの不審なものに目を向ければわかる。それは、不審なものは？足の折れた椅子。足の折れた椅子。あれを使ったのさ。氷と足の折れた椅子？意味がわからねえな。どういうことだ？本当に意味わかんないのかな？つまり、氷を使って時間が経つと椅子が倒れるように細工したのさ。はっきり言えよ。氷をどう使ったって言うんだ。ああ、それは。氷の用途は？あ、下にもあるのか。足の代わりとして。そうだ。折れた足の代わりとして使ったのさ。折れた足の代わり？ああ、そうだ。つまり、椅子の足の一本をあらかじめ折っておき、
折れた足の代わりに同じ高さの氷を置いてバランスを保つ。その椅子をあの物置の上に置き、そして被害者の男をその椅子に座らせておけば、時間が経ち氷が溶けると椅子はバランスを崩し、そこに座っていた人物は外に放り出される。物置の上が水で濡れ、ベランダに足の折れた椅子が転がっていた理由はそれさ。しかしこの計画には問題がある。ある程度長い時間ベランダの高い位置に人間を放置しなければならない。だからこの方法を行うには人目につきにくい夜間である必要がある。そして被害者を椅子の上で無防備の状態にし続けておいた方法だが、おそらく強力な睡眠薬かすでに殺しておいた可能性がある。俺は後者だと考える。現に被害者の頭には出血の少ない傷があった。もしかするとあれが。はいはい、よくわかったよ。もうそれくらいでいいぞ。カノンはそう声を上げ、俺の説明を無理やり中断させた。もういいとはどういうことだ？俺の言いたいことがわかったのか？つまり犯人は致命的な証拠を残している可能性があるってことなんだ。あの死体を検視すれば。それはお前の意見だろ？お前の仮説だろ？それを採用するかどうかは俺次第だ。お前には決定権はねえんだよ。それに警察も忙しい。明らかに事故死の死体を検視しているほど暇じゃないんだよ。明らかに事故死って、お前何を企んでいるんだ？どうする？話す。誰と話す？加納軍事。何を話す？企んでいること。俺は加納に詰め寄った。いい加減話したらどうだ？お前は何を企んでいる？前回の件に続いて今回の件も黙殺か？ふん、何を言っているんだ。とぼけても無駄だ。今回の件と前回の件は明らかに同じ人物が絡んでいる。一見事故死に見える不審な死、それを可能にした氷のトリックにしても、偶然とは言えないほどに共通点は多い。なるほどな。やはりこの件と前の件には同一人物が絡んでいると思えるのか。そうだと都合が悪いようだな。何？この一連の事件、それらの実情を知りながらもお前は全てを闇に隠そうとしている。お前はこれらの件にどう関係しているんだ？もしお前がよからぬことを企んでいるのなら、これ以上お前の悪事を見逃すわけには。黙れ。俺が言い終わらないうちに加納は声を張り上げ、俺の襟をつかんだ。前にも言ったよな、必要以上に首を突っ込むなと。警察でもない、ただの探偵風情のくせに。正義を守りたいなら警官になることだな。探偵なんてのはその辺のチンピラと大差ねえんだ。よく覚えとけ。そう叫ぶ加納の顔は真っ赤に染め上がっていた。俺はその手を振りほどくとその顔をにらみつけた。何が警察だ、何が正義だ、聞いて呆れる。全部あんたが裏で糸を引いているんじゃないのか？
なんだと？捕まえられるならやってみるがいいさ。俺はもうお前には協力しない。俺が必ず一人でもこの事件の真相を暴いてやる。俺はそう言うと可能に背を向け玄関に向かった。そこまで歯向かうとはな。そもそも初めからお前に頼んだのが間違いだったってことか。まあいい、どっちにしてもお前はもうおしまいだ。俺の後方でそんな可能の声が聞こえた。低く重くつぶやくような声色。それは今までどんなにがなり立てられた言葉よりも迫力があった。しかし俺も今さら後には引けなかった。マンションの前に出てきた。俺は振り返りそのマンションを見上げた。カノに対する怒り、そして必ずや彼の悪事を暴いてみせるという決意が俺の中に満ちていた。どうする？移動します。移動。どこに行く？他の場所へ。事務所に帰ろう。今は一旦事務所に帰るとしよう。そういえば俺は結局予告に何の説明もしていなかった。事務所に帰ったら少し休んで彼女にも状況を説明しよう。そんなことを考えながら俺は事務所へと向かった。事務所の前まで戻ってきた。ん？見慣れた建物の前の風景。しかし何かいつもとは違う違和感のようなものを覚えた。どうする？移動。どこに行く？中に入ります。なぜか妙な不安感が俺の頭の中を漂っている。その理由が何かわからないまま俺は建物の中へと入っていった。来たぞ、あの男だ。捕まえろ。見ると数人の警察官たちが事務所の前に立っていた。彼らは俺の姿を見つけると途端に激しい形相で迫ってきた。俺はとっさに振り返り階段を駆け下りた。加納軍司、あいつの差し金か。しかしまさかこんなに早く手を打ってくるとはな。待て、逃がさんぞ、顔が怖い。俺は警察官たちのそんな言葉を背に受けながら必死に走った。不思議なことに怒りや恐怖は感じていなかった。あの男ならこれくらいのことはしてくるはずだ。こうなることは予想していた。それでも俺はあの男を見逃すことなんてできなかった。今は逃げることしか方法はないが、この一歩をあの男を追い詰めるための最初の一歩にしてみせる。俺は流れる歌舞伎町の風景を横目に、そう強く心に誓っていた。はい、ありがとうございました。では今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。